手作業で一個ずつ切ってまーとか言ってな。そうそう。ポコポコ切ってる画像をピッて押したらビーって動画で流れるんやった、うん、それは何あの小倉や茨城か何かで小倉屋で検索してほんならもうあの店長の松下幸一郎ですとかいう欄が出てくるからそこでピッてアクセス。